全然半分しか見えてないよ。これは無理無理す。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとこーちゃんとパパです。イエーイ。今どこから恋したの？あれ、ここにいる人いなくなってる。ちょっと呼んでみよっか。動画を見てるみんなも一緒におーちゃんって呼んでね。いっせーので、おーちゃん。なんの茶番やねん。茶番やねん。今日はですね、おーちゃんの小学校入学のためにですね。おーちゃん1年生びっくりから。1年生カッピカッピの2年生カピカピじゃないよ。おーちゃんがね、4月から小学校1年生になるので、いろいろ準備するものが必要なんですけど、今回文房具を準備しました。鉛筆あるの？鉛筆もあるよ。ペンケースもあんの？じいちゃんもあんの？消しゴムあんの？ある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 。定規あんの？あるあんの？あるあるある。今のままの感じを。ある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 。どうもね、世界一素敵な文房具を用意しました。というわけで、はい、今回はその文房具を紹介したいと思います。わーい。じゃん。おー、すごいでしょ。なんでこれちょっと開けてみたい。これサンスター文具さんから、はい、ひまわりチャンネルのキャラクターが使われてる文房具のセットが発売されました。こちらになります。じゃじゃーん。じゃあここにあるものとないものがあるんだけど、はい、とりあえずあるものを紹介していきますね。はい、まずクリアファイルから。これすごい、中に何枚もあるんだよ。すごいいいね。うん、しかもね、ひまわりカラー。おー、すごい。かわいい。かわいい。あ、後ろもあるね。ね、すごい。まーちゃんおーちゃん入ってる。ね、いっぱい入ってる、ここに。次は、これ。下敷き。B5 サイズかな、ノートのサイズね。うん、そうですね。はい、そして、ひまわりノート。うわー、ほら、あ。おー、これ線がね、入ってるバージョンですね。使いやすい。ひまわりチャンネル。まーちゃんおーちゃんいたね。あ、ここだけ見て、ひまわり。ね、ひまわり咲いてますね。はい、メモ帳。おーい、すごいね。中を見せてみて。一番下からいくの。全然、半分しか見えてないよ。あ、まーちゃんだ。まーちゃん、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 まーちゃんばっかりやん。そろおーちゃん出します。せーの、あ、はい、おーちゃん出てきました。あれ、おーちゃん、せーの、あれ、あれ、パパないね。パパ入ってない。ペンケース。ペンケースですね。ここのチャックがひまわり色になってね、すごい可愛いデザイン。もうちょっと近くで見たいな。おー、可愛いデザインだね。うん、なんかここにキーホルダーみたいなのがついてる。ほんとだ。おー、いい、すごいいいね。細かいとこまでいいね。いいね。うん、そしてこれ、次はシャーペンと、はい、ボールペン。ボールペン、どっちがシャーペンで、どっちがボールペンですか？こっちがボールペンです。こっちがシャーペンです。デザインは一緒ですね。そうですね、はい、でも一応ちゃんとここのタグの部分に ボールペンかシャーペンか書いてあるんで、間違えないようにしてください。見えるかな。なんかピントが合ってない気がするんだけど、みんなの顔にピントが合っちゃって。ピントが合ってない。どうなんですか？ピントは、はい、ちゃんと当たった。はい、カチ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 。はい、かくれんぼ終わり。わーい。次は、はい、消しゴム。これが消しゴム。お、これは付箋です。はい、付箋も何色かありますね。はい、そしてこれ色によってね、うん、柄が違うんだよ。え、そうなんだ。ほら、そうだよ。そうなんだ。なんかちっちゃくてよく見えないから、みんな手に取って確認してみてね。そしてこれが15センチの、はい、定規。
そして、じゃじゃん、便箋と封筒ですね。はい、はい、あ、裏にもある。裏も違う模様だね。ね、違うデザイン。黄色バージョンと、うん、緑バージョン。おお。あと最後が、はい、これもペンケース。筆箱、うん、じゃあ開けてみましょう。はい、ここに白いボタンがあるんだよね。これをちゃん押してみて。はい、押してパカッと開けるっていう感じ。そう。おお。カカもいいね。結構入るじゃない？あ、そうだね。ほら、この分厚い消しゴムも。うんうん。入った。大きめの消しゴムも入るしね。これは無理。無理す。はい、パタン。おお。すごい。ナイス。ボタン押さないと開かない。うん。いいね。そしてね、今紹介したもの以外に、うん、まだね、ここにないものがあるんですけど。え、ここにまだ出てないもの？はい、出てないものね。まだあるの？ここにないものは、はい、ステーキールハサミ。ステーキールハサミ。ペンみたいな小ささでさ、パンってやってこう持ち運びしやすいハサミあるでしょ。穴が開いてないやつ。あれのひまわりチャンネルのキャラクターバージョンね。可愛いと思うよ。そうだよ。それから、うん、マスキングテープ。おー、マスキングテープ。ひまわりチャンネルのマスキングテープも出ます。マスキングテープいいね。ね、実はですね、このね、ひまわりチャンネルの文房具もう各店舗に売ってると思います。各店舗？はい、大体の店買えるの？もしかしてサンスター文具さんが取扱い店舗。あ、なるほどね。だからね、ちょっとね、特設URL を概要欄に貼っておくので、はい、詳しくはね、そこから見てどこで売ってるかとかもいろいろ書いてあるんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。はい、チェックしてください。それから、はい、ウームの販売ページのムーってあるでしょ。あ、はいはい、あそこではね、特別にね、全種類14種類なんだけど、それ全種類がひとまとめになったセットが買えるんです。セット、はい、いいね。それ簡単じゃん。そう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 、全部欲しい人はそこから買った方が早いね。そうそうそう、全部欲しいなっていう人はね、ちょっとそこから買うと簡単。いやこれ、俺買う俺そこから買う。それもね、あの URL 載せとくんで、はい、興味ある人は見ていってください。これね、まとめてセットで買うとムーの限定ステッカーが付きます。あと送料も無料です。お、あれ、いいでしょ。いいね。ここでパパ一言言いたいんだけど。なんでしょう、なんでしょう。みんな、はい、このレーターセットでひまわりチャンネルに手紙書いてね。あー、それめっちゃ嬉しい。これめっちゃ嬉しいね。これでね、ファンレーター届いたら嬉しいでしょ。嬉しいよ。買ってくれたっていうこともわかるし ね。絶対読む。絶対読む。遊んで、あの優先的に読む。ひまわりチャンネルのあのあのペロペン、ね、とペンで、どれで書いてもわかんないですね。どれで書いてもわかんないですね。そして書き間違ったところで消しゴムで消し付けてくださいね。ひまわりチャンネルの消しゴムで消して、そしてこの収納用にね、ペンケースに入れてね。そうだね。すごく可愛くデザインしていただいたんですよね。もう本当に可愛い。私はこれが好き。ちょっと開けてみたら、なんかデザインとか多分ね、何種類が入ってるね。これ1枚しか入ってない。いや、あの多分こっちにほら、これ裏側にさ、分かりやすいようにこう1枚、そういうこと、うん、ほんとこれでね、手紙届いてきたら嬉しいわ。新入学生にはこれね、おすすめですよね。はい、まあ、学校によってちょっとキャラクターダメっていうところもあると思うんだけど、ね、まーちゃんとおーちゃんの小学校はそうだからね。うん、まあ、あのキャラクター大丈夫だよっていう学校に通ってる人はちょっとぜひね、はい、うん、使ってみてくれたら嬉しいなって思います。皆さんぜひぜひ手に取ってみてください。はい、ね、いや、まーちゃんおーちゃんどうですか。ね、私たちの文房具が発売されるなんてめちゃくちゃ嬉しいね。嬉しい。使う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 。絶対使って。私ね、もうね、この動画終わってからめっちゃ使うわ。おちゃん好きな人にラブレター書いたらいいんじゃないの。でも好きな人はあのうちの動画見てないから。はい、もうこれで手紙書けばいいんだよ。みんなね、ひまわりチャンネルの、文房具ぜひぜひ買ってね。買ってね。ぜひ買ってほしいですね。ね、はい、そしてね、いっぱい使ってほしい。はい、はい、す
数量限定だからなくなる可能性があります。そうですね、あの売り切れちゃう場合もあるみたいなんで、うん、あの、はい、第1弾で発売されたマイゼンさんのやつはね結構売り切れたらしいから。そうですね、うん、もしかすと、もしかすと分かんないけど売り切れるとか言えないわ、うん、ないとね悲しいからね、早めに行った方がいいですよ。そうですね、はい、よろしくお願いします。グッドボタン押してね、チャンネル登録もよろしくお願いします。キムワイサイドのジョンゲンボ、皆さん、トキを出しました。また人は明日、これが買えるかも。キマワリチャンネルの文房具全部ゲットできるかも。バイバイ。鬼滅の刃知ってますか？バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。